ちょっと待って。ちょっとだけ、ごめんね。やっぱり、すごく似てる。信じられない。ああ、すいません。驚かせてしまって。本当に。突然声をかけてしまって。あと、涙も止まらなくて。<laughs> 本当に申し訳ない。<laughs> 足を止めてくれてありがとう。もう、大丈夫だから。んハンカチ貸してくれるのそんな、悪いよ。本当に大丈夫だから。あ、私、そんなに顔色が悪い そこのベンチ座った方がいいってじゃあ、そうさせてもらおうかな。隣に座ってくれるのあ、ハンカチ、ありがとう。<laughs> ごめんね。本当に恥ずかしい。涙が止まらなくなっちゃって、びっくりしたよね。 話を聞いてくれるの優しい子だね。そんなところまで似ているなんて。心配させてしまって、ごめんね。うん。もう、大丈夫。だけど、お言葉に甘えて、少し話させてもらおうかな。実はね、 不愉快に感じさせてしまう話かもしれないんだけど、私の大切にしていた恋人によく似ているんだよ。あまりに似ていて、面影と思い出とか、一気に蘇ってきて、恥ずかしいことにこんな風に混乱してしまって、ごめんね、こんな話気持ち悪いよね。その恋人とは、もう、一生会えないから、 分かってはいるんだけど、現実と区別がつかなくなってしまってね。けど、もう大丈夫。ありがとう。家はこの辺りハンカチを洗って返したくて。あ,あ、美術館に来ただけか。ということは、もしかして、絵を描くの やっぱり、そうなんだ。私もね、以前は絵を描いていたんだよ。もう今は、やめてしまったけどね。お、もしよければ、私の画材なんかをもらってくれないかな。うちはすぐ近くなんだよ。だから、使えそうなやつだけでいいから。今日のお礼も兼ねて、どうかな。本当に 迷惑じゃないああ,ああ、よかった。じゃあ、このハンカチは郵送させてもらうね。え、そんな、もらうなんて悪いよ。ああ、なるほど。画材と交換ってことね。じゃあ、このハンカチは大切にさせてもらうね。本当に優しい子だね。ありがとう。 それじゃあ、帰ろうか。ここだよ。どうぞ上がって。絵の道具はこっちの部屋にまとめてあるから、ちょっと見てみてくれるかな。んすごく広いって、うん、そうだね。私と恋人が、二人でアトリエに使っていた部屋だからね。 そこにあるイーゼル並べてね。紅茶とかを飲みながら、一緒に絵を描いていたんだよ。あ、飲み物用意するの忘れてた。君は、紅茶でいいかなミルクも入れるうん。じゃあ私は用意してくるから、ちょっと待っててね。あ、そうだった。君は、絵の道具を選んでいて。 お待たせ。ここに置いておくね。ところで君は、リンゴジャムを挟んだクッキーは好きああ、やっぱりそうか。よかった。もしよければ、紅茶が冷めないうちに一緒に飲まないうん、どうぞ。ここに座って。すごく美味しいって。ああ。 本当に。濃いめに煮出した紅茶に、たっぷりのミルクと蜂蜜を少し入れたやつ。久しぶりに作ったけど、いつも通りにできていたみたいだね。よかった。あ、あクッキーも食べてね。君の好きな組み合わせでしょ <laughs> え、そろそろ帰る時間って。あ,あ、 そっか、もうそんな、帰る時間、なのか。こうしていると、現実との境目がわからなくなってしまいそうだよ。そうだった。ちょっと君に見てほしい絵があるんだけど。上の部屋に何枚か飾ってあってね。よかったら、見てもらえるかな。 よかった。それじゃあ行こうか。この絵なんだ。どうかな君にそっくりでしょこれは全部、君がいなくなってしまってから描いた絵なんだよ。面影を追いかけて、何枚も何枚も描いたんだけど、 どれも似ていないような気がしてね。結局、描くことをやめてしまったんだけど。けど、君がここに戻ってきてくれたから、また描くことができそうだよ。またイーゼルを並べて、一緒に絵を描こう。えこの絵は君とは別人だって <laughs> そんなことはないよ。 この絵はどこからどう見ても君にしか見えないよ。ん私の様子がおかしい。<laughs> さっきからおかしいのは君の方だよ。もう帰らないとなんて言っちゃって。君の帰る場所はここ以外ないのに。また私の前から消えてしまおうとするなんて。 <laughs> 君はここにちゃんと存在しているのに。こうやって、ちゃんと触れられるのに。君は幻じゃないのに。あねえ、君の帰る場所はここでしょお願いだから、どこかへ行こうとしないで。私から離れるなんて言わないでよ。君は、さっきから怯えたような表情をしている。 何か怖いことでもあったの私はあなたの恋人ではないって。あ、はあ、またそんなひどい冗談を言って、それとも、君は本当に記憶を失ってしまったのああ、ほら、思い出してよ。また一緒にあのアトリエで絵を描こう。紅茶も毎日入れてあげるから、リンゴのクッキーをつまみながら、 前みたいにおしゃべりをしようよ。そしてお気に入りの音楽を流して、一緒にお昼寝をしよう。君の洋服だって、食器だって、画材だって、なんだってそのままにしてあるんだから。君さえここに戻ってこれば、何もかもが元通りなんだよ。ん床に座り込んで、どうしたの 立ちくらみしたみたいって。ああ、それは違うよ。安心して。君、いつもよく眠れないからって言って、お薬を飲んでいたでしょ久しぶりだから、飲み忘れたら困るだろうと思って、私があのミルクティーにお薬を入れておいてあげたんだよ。 君は慣れない場所だと緊張して眠れないからね。久しぶりのお家にも緊張するかなと思って少し多めに入れておいたんだ。これで今日もぐっすりいい夢が見られるよ。さあ、床の上は硬いでしょベッドまで運んであげるからおとなしくしていて。<laughs> 大丈夫。何も怖いことはないから。 本当に君はいい匂いがする。ふんわりとした髪の毛も柔らかい肌も久しぶりだね。よいしょ。と、お布団もふわふわでお日様の匂いがするでしょ。君のために天気のいい日は毎日干していたんだよ。て、はぁ、あ。 もう眠っちゃったのか。もう少し話していたかったのに。残念。けど、もう何もかも元通り。君は昔から物忘れが多かったから、私が少しずつ時間をかけて思い出させてあげる。君は何も不安に思う必要はないよ。私は君を失うこと以外、 本当に何も怖くないからね。何が何でも、もう絶対に君のことを話さないよ。これからは、ずっと一緒にいようね。ゆっくり、おやすみ。